アナベルメディナガリゲスは、スペイントレント出身の女子プロテニス選手。2008年と2009年の全仏オープン女子ダブルスで、ビルヒニアルアのパスクアルとペアを組んで2連覇した。2008年北京五輪の女子ダブルス銀メダル獲得も、ある。WTA ツアーで、シングルス11勝、ダブルスで28勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス16位、ダブルス3位。 身長 169cm、体重 59kg、右利き、両手打ちのバックハンドから放たれる、ダウンザラインを最大の武器にした。メディナ・ガリゲスは12歳という遅い年齢から家族と共にテニスを始めた。1998年1月にプロ転校、2001年7月にイタリアパレルモ大会で女子ツアーのシングルスに初優勝を果たし、ダブルスで、 年間4勝を獲得。2002年の全豪オープンで4回戦に進出するが、モニカ・セレシュとの対戦中に、右膝の前十字人体断裂を起こし、4から2で途中棄権した。この故障で、右膝の手術を受け、同年9月まで復帰できなかった。2004年から彼女はキャリアを軌道に乗せ、パレルモ大会で2004年の2006年の大会3、連覇を果たす。 この年は2004年アテネ五輪のスペイン代表選手にも選ばれたがシングルスダブルスとも1回戦で敗退した。シングルス1回戦ではマリーピエルスに敗れベテランのアランチャサンチェスビカリオと組んだダブルスではアルゼンチン代表のパオラスアレスパトリシア・タラビーニ組に敗れているアナベル・メディナ・ガリゲスは2005年2006年の2年連続で女子ツアーで シングルス年間2勝を記録した。2007年は、全仏オープン直前の大会にあたる、フランスストラスブール大会で、第一シードのアメル・モレスモを6から4、4から6、6から4で破った優勝がある。続く、全仏オープンで、メディナガ・リゲスは2002年全豪オープン以来5年ぶりの、4大大会4回戦進出を果たしたが、初進出の全仏4回戦では、 第7シードのアナイバノビッチに3から6、6から3、3から6のフルセットで敗れた。2007年全豪オープンにて2007年からメディナガリゲスはダブルスで同じスペインのビルヒニアルアノ・パスクアルとコンビを組んで大半のトーナメントに出場するようになる。ルアノ・パスクアルは長年にわたりパオラ・スワレスとのペアで多くの好成績を出してきたが、スワレスの引退によりメディナガリゲスを 新しいダブルスパートナーに選んだメディナガリゲスとルアノ・パスクアルは2008年全仏オープンの女子ダブルス決勝戦でフランチェスカ・スキアボーネケイシー・デラクアグムニン2から6、7から5、6から4で逆転勝ちした。こうしてアナベル・メディナガリゲスは初めての4大,大大会タイトルを獲得する。8月の北京オリンでメディナガリゲスは2度目のオリンピックに出場した。 シングルスは1回戦で、シビル・バンマーに敗れたが、ルアノ・パスクアルとのダブルスで決勝に進出する。女子ダブルス決勝戦では、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組、当年度のウィンブルドに優勝ペアに2から6、0から6で完敗し、スペインペアは銀メダルを獲得した。2009年の全仏オープン女子ダブルス決勝で、メディナ・ガリゲスとルアノ・パスクアルは、 ビクトリア・アザレンカエレーナベス・ニナ組を6から1、6から1で圧倒し、2年連続優勝を飾った。2011年のポルトガル・エストリル大会で、メディナガリゲスは、クリスティナ・バロイスを6、1、6、2で破り、2年ぶりのシングルス10勝目を挙げた。7月のパレルモ大会でも優勝した。メディナガリゲスは2014年全仏オープンの予選敗退を最後に、シングルスから撤退し、 ダブルスに専念した。2017年4月に、エレナ・オスタ・ペンコのコーチに就任し、オスタ・ペンコの2017年、全仏オープン女子シングルス優勝に貢献した。2018年から、フェドカップスペイン代表の監督に就任している。2018年全米オープンを最後に現役を引退した。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格。NH イコール開催なし。ありがとうございます。